はい、こんにちは、先生。はい、こんにちは。自己紹介を教えてください。はい、はじめまして。私は、アンリアシャゴリさんです。22歳です。バングラデシュ出身です。今、ダッカのモハンマッドに住んでいます。私は、専門学校を卒業しました。私は、サンジャパニーズトレーニングセンターに入って、語気を合格しました。私の趣味は、クリケットすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなたは、なぜ、日本に行きたいですか？勉強しに行きたいです。はい、わかりました。あなたは、どうして、日本で留学しようと思っていますか？日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学校費は他の国より、とても安いですから日本で勉強しています。はい、わかりました。留学するのお金、誰が払いますか？私の父です。父ですね。お父さんの仕事は何ですか？商売をしています。どんな商売をされているんですか？レストランの商売をしています。レストランの商売をしています。どこで商売をしていますか？ラマンバリアのノビナグルです。ノビナグルですね。はい、わかりました。あなたは日本語、能力試験、合格しましたか？はい、合格しました。はい、その試験は何級ですか？5級です。5級ですね。今、あなたは何を知っていますか？日本語勉強しています。日本語勉強していますね。日本語 N4 の勉強しています。はい、N4 の勉強していますね。はい、わかる。あなたの趣味は何でしょうか？私の趣味はクリケットすることです。クリケットすることですね。はい、わかりました。はい、以上になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、初めて名前をさせてくださいね。私の名前はローラミンです。ローラミンですね。はい、わかりました。ローラミンさん、日本語ができますか？はい、ちょっとできます。できます。はい、日本語で自分のことを教えてください。はい、はじめまして。私の名前はローラミンと申します。バングラデシュ出身です。今、ダッカのモンゴットに住んでいます。私、23歳です。はい、スキンと知っていますね。はい、先生、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お元気ですか？はい、元気です。元気です。まず、簡単に自分のことを教えてください。はい、はい、はじめまして。私の名前は MD ウマル・ファルクです。23歳です。バングラデシュ出身です。今、ダッカのシェルバングラに住んでいます。私はサンジャパニーズトレーニングセンターで入って合格を合格しました。趣味はサッカーをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなたは何歳ですか？23歳です。23歳ですね。はい、わかりました。あなたはなんで日本に行きたいですか？勉強しに行きたいです。日本で何を勉強したいですか？日本語の勉強したいです。日本語勉強したいです。日本語勉強してからどうしますか？大学に勉強します。大学に入りたいですね。はい、わかりました。大学で何を勉強したいですか？アカウンティングを勉強します。したいですね。アカウンティングを勉強したいです。はい、わかりました。あなたの著書と短所を教えてください。私は著書は忍耐力を、忍耐力を新しいことに創設する依存の力です。ね、私は短所と仕事の真面目なところです。真面目なところです。あなたはなぜ日本で留学しようと思ったり、持っていますか？日本の技術はとても高いです。日本の平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学校や他の国とより安いですから、日本に勉強したいです。日本で勉強する。はい、メンスベイドです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、自己紹介お願いします。はい、はじめまして。私の名前はイブラセン・ナインと申します。21歳です。バングラデシュ出身です。私は高校を卒業しました。私はサンジャパニーズトレーニングセンターに入って合格を合格しました。私の趣味は炎よもこてです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなたの生年月日を教えてください。私の生年月日は2003年の8月の1日です。1日ですね。今何歳ですか？今年の21歳です。21歳ですね。はい、わかりました。あなたの著書と短所を教えてください。私の著書は忍耐力、新しいことに、挑戦する意志の力です。私の短所は、仕事に真面目なところです。真面目なところです。あなたは日本が好きですか？はい、好きです。はい、好きです。あなたはどうして日本が好きですか？日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。富士山はとても高い山です。桜花は綺麗な花です。はい、わかりました。あなたは日本に行ったら何をしたいですか？日本語勉強します。日本語終わったらどうしますか？
大学に入ります。大学で何を勉強したいですか？ IT を勉強します。IT を勉強したいですね。はい、わかりました。家族は何名ですか？ 4 人です。誰と誰がいますか？母と姉と姉と私です。はい。あなたの日本に留学するとき、あなたの学校の学費、誰が払いますか？私の母です。母ですね。お母さんの仕事は何ですか？レストランです。うん、レストランの商売をしていますね。はい、わかりました。はい、これまでです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、モンさん、まず、簡単に自己紹介をお願いします。はい、はじめまして。私の名前はエムリー・イモン・チョドリです。24歳です。バングラデシュ出身です。今、ダッカーのノトンバジャンに住んでいます。サンジャパニーズトレーニングセンターに入って、合計を合格しました。私は高校卒業しました。私の趣味はサッカーをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなたの長所と短所を教えてください。私の長所は忍耐力と新しいことに挑戦するのに一緒に力です。私の短所は仕事に真面目なところですね。はい、わかりました。今何歳ですか？24歳です。24歳ですね。わかりました。どこの出身ですか？出身はどこですか？私の出身はバングラデシュのクミラです。クミラですね。はい。はい、わかりました。あなたはなぜ日本に行きたいですか？勉強しに行きたいです。勉強しに行きたいですね。はい、あなたはどうして日本で留学をしたいと思いますか？日本は安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学費は他の国より安いですから、日本で勉強したいですね。はい、わかりました。日本で何を勉強したいですか？日本語を勉強したいですね。はい、面接ゲストです。ありがとうございました。ありがとうございます。えっとは、はい、自己紹介をお願いします。はい、はじめまして。私はショレプシナモヤンと申します。上級祭です。バングラデシュ出身です。今、ダッカーのマンモットに住んでいます。私は高校を卒業しました。私はサンダメスウニングセンターに入って合計を合格しました。私の趣味は本を読むことです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなたはどうして日本に行きたいですか？勉強しに行きたいです。勉強しに行きたいですね。あなたはなぜ日本で勉強したいですか？日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学費は他の国よりとても安いですから、私は日本で勉強したいです。はい、わかりました。今何歳ですか？上級歳です。上級歳ですね。わかりました。あなたの長所と短所を教えてください。私の長所は忍耐力と新しいことに挑戦する意志の力です。私の短所は仕事に真面目なところです。真面目なところですね。はい、わかりました。あなたは日本に行ったら初めて何をしたいですか？日本語勉強します。日本語勉強します。日本語終わったらどうしますか？大学に入ります。大学で何を勉強したいですか？自動車の勉強します。勉強したいですね。自動車を勉強したいですね。はい、わかりました。あなたは結婚していますか？いえ。いえ、独身です。独身です。はい、わかりました。あなたは今、何を知っていますか？日本語の勉強します。今、日本語勉強してますね。はい、わかりました。あなたは日本語の試験、合格しましたか？はい、合格しました。あなた日本語の能力試験、受けましたか？はい。こんにちは。はい、こんにちは。はい、まず自己紹介を簡単にお願いします。はい、はじめまして。私はウリオラトンと申します。23歳です。バングラデシュ出身です。今のシンディのライプラに住んでいます。私は高校卒業しました。私はサンジャマニステーニングセンターに入って合計を合格しました。私の趣味は釣りをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなたの趣味はもう一回お願いします。私の趣味は釣りをすることです。釣りをすることです。はい、わ、はい、かりました。今何歳ですか？今23歳です。23歳です。あなたはなんで日本に行きたいですか？はい、勉強しに行きたいです。日本で何を勉強したいですか？日本語を勉強したいです。日本語を勉強したいですね。あなたの著書と短所を教えてください。私の著書は忍耐力と新しいことに挑戦する意志の力です。私の短所は仕事に真面目なところです。はい、わかります。日本が好きですか？はい、好きです。はい、好きです。あなたは日本について知っていることがあったら教えてください。はい、日本は平和と安全な国です。日本人は真面目な人です。日本の首都の名前は東京です。東京は綺麗で賑やかな街です。桜花は日本で綺麗な花です。富士山は日本で高い山です。はい、わかりました。日本に行ったことがありますか？いえ、
ありません。いや、行ったことがありませんね。早く。今何歳ですか？今23歳です。23歳。あなたはどこで日本語を勉強しましたか？三千年生になって日本語を勉強します。勉強しましたね。日本語を能力試験受けましたか？はい、すみません。ありがとうございます。はい、面接ウェイトです。ありがとうございました。ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、はじめまして先生。私の名前はアルナンティでやってると思います。21歳です。誕生日は2003年の11月1日です。バングラデシュ人です。今、ダカのダンムリに住んでいます。サンジャバンペリンセンターに入って合格を合格しました。私は高校出職しました。私の住みを作成することです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。